はい。ピットはスライドパッドで移動します。これで敵の攻撃を避けることになります。そのまま L ボタンを押すと前方の敵にこう攻撃をすることができます。まあこのまんまスペースハリアー風に楽しんでもいいのですが、タッチスクリーンを駆使することで、ゲームはより楽しくなります。この緑のもの、これ照準というのですが、これをタッチスクリーンで動かします。で、基本的に敵の方にこういう照準を狙わせて撃つ、また撃つという、こう2つのものを同時に操作するということですね。あと射撃には、こういう連射と、亀手打つ亀射撃というこの2通りがあります。ボタンを押しっぱなしで連射をし続けることはできますから、敵が全体的に多いような時にはこう連射をして素直にパンパンパーンと打つと気持ちが良いと思います。亀射撃は誘導しますから、ちょっと離れたところで全然平気で当たったりします。あと、飛行機の挙動と違ってこういうふうに真後ろを向いたりとかですね、自由挙動みたいなものもあります。向きはパルテナがコントロールしているので勝手に後ろ向いたり前向いたりします。では、大体空中戦はこのぐらいにしておきましょうか。基本操作は同じです。スライドパッドで移動、ただし、奥行きの方に移動するということになります。そして、L ボタンで攻撃、攻撃、そして、タッチスクリーンで照準、これ自体は変わらないのですが、地上戦と空中戦で一番大きいところとして照準はこう向きを変えることができます。つまり、自由な方向に向いてその方向に対して歩いていく、奥行きに歩いていく、これが基本になります。ただ、今までの DS などで出ていた、こういう手のゲームと違うところはフリック操作というのができます。つまり払うとこうすかさず回転することができます。で、払ったものをタップして止める、払ったものをタップして止めるというふうに非常に機敏な、方向転換というのが楽しめることになっています。地球儀なんかを思い出してもらえればいいと思うんですが、慣性で回してピタッと止める、そういうアクションだと思ってください。あともう一つ、スマブラのようにスティックを素早く弾くとダッシュします。実はですね、このダッシュっていうのも無意味にやってるわけではなくて、ダッシュ攻撃というのは何でも強くなります。例えば普通の連射がこんな感じでも、ダッシュ連射になるとこう3連射で、すごく誘導性の高い球を打ったりするんですね。威力が上がったりとかいろいろなメリットがあるので、それぞれの方向に対してお試しくださいということです。では、具体的に進んでいこうと思います。さっきから非常に気になっているこのお肉は今拾ったら食べられます。目の前にいるのは冥府軍のブルームという敵です。ちょっとややこしいのがこの面は無敵である、そういう場合は下の方の手を狙って撃ったりすると攻撃効いたりします。そしてこの先に出ている回転刃みたいなもの、これは横の道にそれて、避けるのが好ましいんですが、今の見ましたでしょうか。回避というアクションがあります。さっきスティックを弾くように入力することでダッシュができるというような話をしましたけど、そのダッシュ動作を敵の行動に対して攻撃に対して、重ねるようにすることでやることができます。ちなみに近くの敵は打撃をすることができます。さっき進めますね、グラインドレール。ちなみにこれ、4章なので難しい方です。なるべく初心者は選ばない方がいいですね。敵軍のホエーラ、敵を撃つ敵です。まあ、こういうのもダッシュ攻撃などを駆使して倒してしまいましょう。これは、さっきのホエーラが生んだキャラクターです。次に出てくるのがトータラス、これは非常に硬いキャラクターです。ひっくり返してこういうのも回避、スパッと抜ければ、非常に気持ちよく倒すことができます。そして近くの敵にダッシュ打撃、回転中は無敵なので気をつけてください。そしてここが難所です。シールダーというキャラクターがですね、味方軍を守っているシールドを張っています。この内側に、敵がいると思うんですが、これがなかなかシールダーがシールドを張っている間には、攻撃当たらないです。でもそういう時には、
横の方にかわすようにすると良いと思います。例えば敵が弾を撃ってきますね。普通に横に歩いてれば当たらないので、まあ、こういうゲームをやってる方に対しては、常識すぎて面白みはないかもしれませんが、とにかく敵に対して横に歩け、これ基本です。シールドを使ったら切っちゃう。ついでにボスもちょっと、顔を見せてもらいましょうか。話していませんでしたが、ここは、本当は実際に全体的によく喋っています。ピットもカルテラも喋っていますが、そうすると私が説明できないので黙ってもらいました。これが、冥福院のビッグシリガミ、死神の棟梁みたいなやつですね。このまんまだと踏まれてしまいそうなので、こういうところから2階に行ったりする。2階に行ったら行ったでそれなりの攻撃をしてくるので、1階に飛び降りることもできます。ここを使ってひょいっと超えることもできます。今のレーザーに触れてしまうと腰に髪を呼ばれます。これ腰に髪ですね。さっさと倒しちゃう。横にかわしていきましょう。こういう攻撃も回避さえできればなんてことはないです。これが、フィニッシュに近いところですね。あとは頭を狙っていけば OK と。ここから先は製品版でよろしくお願いします。すいません、切っちゃってください。